木の目峠は、福井県の霊北と、峰南を隔てる峠である。木峰ともいい、霊北、峰南の語源となっている。木の目峠、木部峠、あるいは木部山とも表記される。国造が分立した時代には、木の目峠以北が、越国の領土で木の目峠以南が、山東県の領土であった。したがって、現在でも木の目峠を境にして、北側が、北陸文化圏。 南側が近畿文化圏となっている。日本気略によれば、感動の北陸道の一部として天長7年に道が開かれた。しかし、道の険しさや冬の厳しい気候のために難所の一つであった。このため、中世には北陸道は東の土地の木峠のルートに移動した。北陸本線は、 険しい木の目峠を避けて、海側の山中峠を越える杉津を経由するルートで建設されたが、九百六十二年、木の目峠直下に北陸トンネルが貫通した。道路では、北陸道を継承する国道十八号は、引き続き土地の木峠を経由していたが、八百八十六年に金ヶ崎水道、春日野水道が貫通し、九百二十年には両水道を通る。 海沿いの道が北陸道、国道18号を継承する国道12号の一部に指定された。1977年、北陸自動車道の鶴ヶトンネルが木の目峠の直下に作られた。一般道路では長らく登山道しかない状態であったが1993年に木の目峠を通る道路が国道476号に、 指定され、2004年に直下を通る木の目峠トンネルが完成して自動車が通行できるようになった。ありがとうございます。